この時間から7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。ではまず為替の値動きをお伝えしておきます。円相場ですが1ドル133円50銭付近での取引となっております。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。終戦から77年、今日全国戦没者追悼式。終戦から77年となる今日8月15日、政府主催の全国戦没者追悼式が東京日本武道館で開かれます。天皇皇后両陛下ご臨席のもと、岸田総理大臣や全国各地のご遺族が参列されます。新型コロナのため3年連続で規模を縮小しての開催ということで、参列者の数およそ1000人となります。なお京都、山口、愛媛、沖縄4府県の遺族代表は参列を断念されております。正午に参列者全員で黙祷をし、犠牲となったおよそ310万人の冥福を祈り、その後天皇陛下がお言葉を述べられるという流れになっております。77年ですね。うん、正確にはね、はい、戦没者という括りには入らないんですけれども、はい、例えば広島長崎の原爆によってですね、うん、その後遺症によって亡くなられた方って毎年毎年まだ増えてってるんですよ、はい、わずかながらね、うん、でそうするとまだ戦後って終わってないんだなっていうのを改めてそういった点では感じられますよね。だからやっぱりこの8月15日にきちんと過去を振り返っておく、検証しておくってことは必要なんだろうなと思いますね。うーん、さあそのあたりですね、その77年前、日本の終戦、どのように日本は戦争を終わらせたのか、戦争の終結や戦争の出口戦略について研究されています、防衛研究所戦史研究センター主任研究官千々和泰明さんにこの時間電話をつないでお話を伺ってまいります。千々和さん、よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。お願いいたします。さあまずこの日本にとっての8月15日という日付、どういう日だとお考えになりますか。はい、この3週間前、約3週間前のですね、はい、1945年の7月27日に連合国が、日本に対する降伏勧告ですね、はい、いわゆるポツダム宣言を出します。うん、そして8月6日に、アメリカが広島に核兵器を使用し、9日にソ連の対日参戦ということを経ましてですね、はい、そしてポツダム宣言を受諾するか否かということをめぐって、うん、日本政府軍部の間で激論が戦わされることになります。はい、9日には長崎にも原爆が使用されるということで、そして14日にですね、はい、昭和天皇の決断でポツダム宣言を受諾したということで、この15日というのはそのことを天皇が玉音放送という形で国民に発表した日ということになります。この今日8月15日というのは1945年、昭和20年8月15日、これはどういう日だったですか。はい、今申し上げました通り、終戦の山場というのは実は14日なんですね。前日だった。はい、で15日、正午にその玉音放送が流れるんですけれども、それまでにもいろいろなことがありましてですね、はい、その14日から15日未明、そして午前中にかけては、陸軍の一部過激派が戦争終結に反対してですね、はい、クーデターを起こそうとするんですけれども、それが失敗すると、はい、それから早朝にはですね、阿南惟幾陸軍大臣が切腹するというような出来事もありました。はい、ただ15日でですね、実は戦争っていうのは終わりではないんですね。というのもソ連軍はですね、なおその進撃を続けまして、南樺太、それから千島列島、北方領土にも侵攻してくるわけなんですね。はい、で日本軍捕虜を、シベリア抑留で、10万人以上の方が亡くなると。さらにその外地の邦人がですね、本土に15日以降引き上げてくるわけなんですけれども、その中でですね、民間人が18万人以上を死亡しています。ですから実は15日以降もですね、膨大な犠牲者が出ているってことは忘れてはいけないことなんだろうなというふうに思います。でこの日本という国はそもそもこの先の戦争というもの、どう終わらせようとしていたのかというあたりっていうのは、これ出てきてるんですか。はい、日本はですね、当時その、この太平洋戦争の出口戦略、はい、鍵括弧付きの出口戦略なんですけれども、こういう文章を作ってるんですね。対米英乱戦争終末促進に関する副案というタイトルで、これは対米開戦直前に作っているんですけれども、はい、この副案というものの中身を見ていくとですね、どういうことが書かれているかというと、はい、
まあ、当時日本はドイツと同盟を結んでいましたが、同盟国ドイツが勝ちますと、そしてイギリスが屈服しますとドイツにですね、はい、そうするとアメリカも日本との戦争継続意欲を失うだろうと、そうするとアメリカとの戦争を引き分けに持ち込めるというですね、まあ、言ってみればまあずさんな内容なんですね、どこまでも他人頼みですしドイツ頼みですし、はい、希望的観測に希望的観測を積み重ねるということでした。そしてそれをやってみてですね、まあ、失敗するわけですよね、はい、そうすると最後どうしたかというと、ソ連の仲介というものに頼ったんですね。ソ連に仲介してもらって少しでも連合国から妥協的な和平を引き出そうとすると、はい、しかしソ連はですね、仲介どころか、まあ、先ほど申し上げました通り対日参戦をしてきたわけですね、はい、ですからまあ歴史家の中ではまあこれを厳しく批判してですね、そのソ連仲介策は幻想の外交であると、あまりにも非現実的だったということを批判する人もいます。ですから、まあ、少しでもですね、妥協的和平を勝ち取ろうとして、はい、まあ、最後に判断を誤ったと言わざるを得ないと思います。この判断の誤りに対して何かこう教訓であるとか反省というものはその後の動きとして日本国内で出たんでしょうか。ですね、やはりその戦後の教訓とされたのは、はい、まず戦争を起こさないということなんですね。でそのことの大事さというのは、まあ、今でも変わりません、はい、ただですね、万が一その不幸にしてですね、戦争が起こってしまった場合、それをまあどううまく収拾するかについての議論というのは、まあ、深まっていないという印象です。このね、千代さん、週末に朝日新聞の長いインタビューにもお答えになっていらっしゃいましたけれども、まさにその出口戦略の部分というところが、まあ、これ議論すること、あるいは研究することすら忌避されてきたっていう歴史があるわけですか、戦後の日本は。そうですね、やはりその戦争を起こさないということが大事で、まあ、それはもちろん大事なんですが、はい、戦争が起こった場合にどうするかということを考えるというのは、まあ、ある意味で、戦争容認的なんじゃないかという、まあ、そういう誤解もあったと思うんですね。ただそのやっぱりその今の東アジア情勢なんかを考えるときにはですね、はい、まあ、一歩進んだ議論というのは必要になってくると思います。まあ、我々が望む望まないとに関わらず巻き込まれてしまうと、あるいは仕掛けられてしまうということが、まあ、起こるというのはウクライナなど見てもあるわけですもんね。そうですね、やはりそのこれまでの日本の安全保障論争で支配的だったのはですね、まあ、例えば自衛隊は是か非かとかですね、はい、あるいは集団的自衛権の行使は是か非かといった、まあ、いわば入り口論なんですね。で今飯田さんがおっしゃった通りですね、万が一の時その戦争を仕掛けられたりした場合にですね、はい、そこから抜け出す際に、まあ、誤った判断を避けるということを考えるためにもですね、やっぱり平時からその戦争終結というものについての議論を深めるとかですね、はい、まさに今この番組で皆さんと一緒にお話ししてます通りですね、はい、過去の歴史からの学びというものが、まあ、必要になってくると思いますし、さあ、戦争のね、その終結というか出口戦略について、まあ、今まではその入り口論に終始してきた部分があると、まあ、おっしゃって、いらっしゃいましたけれども、そうですね、やはりその日本が出口戦略についてよく考えているということ自体がですね、やはりその戦争の抑止にもですね、つながってくる話なんだということだと思います。諏訪さん、ここまで千代さんのお話を伺っていていかがですか。ですから第二次世界大戦、太平洋戦争っていう点を考えますとね、はい、アメリカはその出口戦略といったらいいんですかね、この、戦争に関してここ近年までずっと、検証作業とか研究を進めてるんですよ。でそうすると最新の、研究成果で上がってきたのは、はい、1946年47年までアメリカは戦争継続しなきゃならなかったんじゃないかと、そういう最新の資料まで出てきた。それは何かというと物資の発注なんですね。はあ、だからそれを発注の、資料を見てみると、はい、47年まで、1947年まで戦争継続、つまり本土決戦ということを考えてたんですよ、アメリカサイドはね。でそれに対して日本が先ほどの話をずっと千々岩さんの話なんかも聞いてみると、はい、全くそのあたりの、研究というのはおざなりになってきた。でやっぱりこの第二次世界大戦、まあ、リアルなですね、戦争ですから、はい、これをきちんと検証していく、ことが必要なんではないかと。今日本のね、はい、そのあたりの第二次世界大戦の検証っていうのはどのぐらいの千々岩さんレベルにあるんでしょうか。はい、やはりその日本のですね、この
太平洋戦争に関するその研究っていうのはやはりかなり蓄積が、まあ、あるんですけれども、うん、それをこうその様々な戦争と比較したりですね、はい、戦争終結という現象そのものを深掘りするというところがまだ不十分かなという気がいたします。その、まあ、さまざまな戦争との比較ということで、今、地球上で行われている戦争を考えると、やっぱりウクライナの話にもなってきます。以前、千代さんにお話伺ったときに、まあ、紛争原因を根本的に解決する、相手を叩きのめすのか、あるいは、現在の犠牲を回避するために妥協的に平和に持っていくのかという、二つの論点をお話しいただいたことがありました。その、今、須田さんが言ったね、アメリカが46年47年まで継戦を考えていたっていうのは、これは日本を根本的解決叩きのめすっていうところも視野に入れていたってことなんですかね。そうですね、やはりその真珠湾を攻撃してきた日本軍国主義というものの将来の危険をですね、うん、非常に重視したということで、まあ、これはヨーロッパにおける、まあ、対ドイツでも同じなんですね。ですから、まあ、1943年にローズベルトが、まあ、無条件降伏政策ということを宣言をして、はい、ナチスとも日本とも妥協しないと、うん、最後まで戦うんだということを、まあ、明確にしたというところがありますので、まあ、アメリカとしてはですね、まあ、今お話しいただいたその本土決戦ですね、はい、というところまで仮に進んだとしても、うん、その日本軍国主義を打倒するという考え方はあったと思います。で、まあ、一方でその現在の犠牲の部分というのもまあ大きかったと。でこれ続いてやっぱりウクライナ戦争がこれから先どうなるかっていうところも、まあ、論点として出てきますけれども、千代さんご自身はこれどうお考えになりますか。ウクライナ戦争ですか。はい、はい、やっぱりウクライナ戦争ですね、もし、はい、今すぐ終わらせるというためにはロシアが即時撤退するか、それともウクライナが即時停戦に同意するかなんですね。しかし、まあ、残念ながらロシアが即時撤退するというはずが、まあ、ないので、はい、それは難しい。で一方でじゃあウクライナが即時停戦に同意すればいいのかというとですね、そうしますと今ロシアに東部や南部を抑えられていますけれども、ウクライナは、はい、まあ、その領土をロシアに奪われるということを意味しますので、まあ、ウクライナの主権や独立が脅かされる形になりますね。あるいは、まあ、ウクライナ側から出てきているのは、はい、そうするとロシアがまた体制を立て直してですね、そこで戦争終わるんじゃなくて、またそこから再侵攻してくる恐れもあるということを、まあ、ウクライナ側は懸念しているという状況があります。ですから戦争終結にはですね、はい、将来の危険を除去する、今犠牲を払ってでも将来の危険を倒すんだという考え方と、もう一つはその、いや犠牲を払いたくないと、だから将来の危険と共存しなければいけないんだという、まあ、そのどちらを重視するかという見極めが重要になってくるんですけれども、まあ、今ウクライナ現在の犠牲を回避するために、まあ、武器を置いてしまうということになりますとですね、はい、まあ、ブチャの虐殺のようなことがありました。明日のそのウクライナの人の命や暮らしが脅かされるという、まあ、大きな危険が残るということが、まあ、まあ、ある意味明らかになっているわけですね。で、1945年当時はですね、はい、日本はその現在の犠牲の回避を重視する局面だったと思うんですね。しかし、まあ、戦争終結には2つの今申し上げました局面がありますので、はい、逆にウクライナは今将来の危険の除去を重視すべき局面にあるということになりますので、まあ、そうするとロシアが引き下がらない限り、まあ、長期化、はい、避けられないということだと思います。千葉さん、お時間になりました。どうもいろいろ興味深い話ありがとうございました。ありがとうございました。千葉さん、ありがとうございました。おはようニュースネットワーク、今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さん。取り上げるニュース、まずは、大雨についてであります。青森県で、先週9日から続いた大雨の被害、平年の8月の1ヶ月分を上回る記録的な大雨が降り続き、川の氾濫や住宅への浸水、農地への被害などが発生しました。人的被害については報告されていないということであります。いや、須田さん、ここのところのね、この天気の、まあ、不順というか、関東も台風が週末にはやってくるということがありましたけれども、ええ、ねえ、まあ、特にね、豪雨という点でいうと、はい、頻繁に線状降水帯が ね、 ね、発生するようになって、うん、やはりその辺では非常にこう心配ですよね。まあ、今後ね、本当農作物等々への影響等々も心配されますが、まずここでですね、現地で取材を続けていらっしゃいます、共同通信社青森支局の鈴木博文記者と電話をつなげます。すでにつながっています。鈴木さん、おはようございます。おは
はようございます。よろしくお願いいたします。お願いします。週末にかけて、まあ、あるいは今、青森のお天気っていかがですか？はい、そうですね。8日のですね、午前0時から8月12日のですね、昼までのあたりで、はい、先ほどもおっしゃったように、8月の、降水量の2倍を超えるような、量の雨が降る地域も多くですね。昨日から、今日にかけては比較的天気はいいんですけれども、ただ気象庁によると、はい、今日あるいは明日また雨が降るという予想もあります。もう8日から12日ってこれカレンダー見るとだから先週1週間はずっと降り続いていたという感じになるわけですね。そうですね。特に青森県の左側半分である津軽地方で特に雨が強い状況になってました。で、まあ、9日も記録的な大雨だとこういうことでもありましたけれども、鈴木さんご自身もそうなると、まあ、様々なところ取材に行かれたわけですか？そうですね。私は主にですね、青森県の津軽平野を、南から北に向かって流れる岩木川という川の沿線を主に取材していたんですが、はい、そこではリンゴ園が冠水したりというなどの被害が出ていました。これリンゴっていうと、もうまさにこれから収穫ってところですか？そうですね。収穫が8月がメインとなる津軽などの品種が、まさにこれから収穫というところで、色づいているものも、水没してしまっているというような状況でした。いや、これ農家の方々、これはもう頭がかかりますよね。そうですね。だんだん水が引き始めているとのことなんですが、はい、まあ、果実は残っていても泥をかぶってしまったら売り物にならないっていうような嘆きもありました。そうか。そうすると色づいたものは下落ちちゃって泥かぶると、これこんなに真っ赤で美味しそうなのに、でも市場には出せないよって、そうなっちゃうわけですか？そうですね。まあ、仮に出しても値段がほぼつけられないだろうっていうような、そういう状態だそうです。まあ、ご覧になっていてというところだと思いますが、被害は相当なところに及びそうですか？そうですね。ただ、今回被害を受けたリンゴ園のほとんどが岩木川流域のですね、河川敷の内側にあるようなリンゴ園が多く、弘前市などの津軽地方だとですね、それ以外の、山の方にもリンゴ園がありますので、そちらの方は、被害がないということはないと思いますが、比較的警備というか。なるほど。そうですね。まあ、昔ね、それこそ台風がこう通過していった時にリンゴ台風なんて言って、こう風でこう、はい、ほとんどのリンゴを落としてしまったっていうね。はいはいはい、まあ、今回はそういう被害とはちょっと違いそうだという感じですか？そうですね。それこそ、岩木川流域で取材した農家さんも、リンゴ台風の時はもう川沿いだろうが、はい、山の方だろうが全てが被害を受けたということをおっしゃってたんですが、今回はまだこの岩木川沿いだけだからまだなんとかなりそうだということを言ってました。なるほど。ただ鈴木さん、先ほどもおっしゃってましたけれども、まだこれから雨続くかもしれないということですよね？はい、そうですね。その予想があります。そうするとまだまだ警戒は怠っちゃいけないわけですか？そうですね。先日行われた弘前市の防災会議でも、はい、それほど多くない雨でも地盤が緩んでいるところなどがあるために、注意が必要とのことでした。なるほど。いや、鈴木さん、ご自身もね、これだけ雨降ってると大変でしょうけれども、気をつけて取材続けてください。ありがとうございます。朝からどうもありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございました。共同通信青森支局鈴木博文記者にお話を伺いました。まあ、確かにリンゴの被害っていうとね、吉野さん、リンゴ台風を思い出しますもんね。でなおかつやっぱり農家の人にとってね、はい、したる収入源ですからね。そういった点でいうと、ね、やっぱり何らかの、ね、これバックアップが必要なんだろうなと思いますね。まあ、この先はそういった財政的な支援だとか、はい、まあ、あるいは、ね、都道府県のみならず国のっていう話になってきますよね。そうですね。まずは青森の大雨について、取り上げました。では続いてのニュース、こちらです。FBI がトランプ前大統領の自宅を捜索、複数の機密文書を押収。
アメリカの FRB、ごめんなさい、FBI、連邦捜査局が今月8日に行ったトランプ前大統領のフロリダ州の自宅マールアラーゴの家宅捜索で、最高機密を含む複数の機密文書を押収していたことが分かりました。フロリダ州の連邦地方裁判所が12日に公開した押収品のリストから明らかになっております。先週このマララーゴのね、まあ自宅、まあ、別荘という言い方をする場合もありますが、家宅捜索と、これ前大統領の家宅捜索ってびっくりしましたね。まあ前代未聞なんでしょうけれども、ちょうどねこの8日の日に私ワシントンにいたんですよ。そうですか。で記者仲間が集まるちょっとカフェでね、はい、知り合いの記者がいろんな話を伺ってたら聞いてたらですね、ちょうどそこでFBI が捜索に入ったっていう、一報が入ってですね、まあ騒然としたと、どうしてかというと、やっぱりこれはね、はい、アメリカの司法省のですね、了解がないと、これ、まあ了解というよりも、少々の指示がないとですね、捜索なんかできない、そういう状況になってるわけなんだけども、はい、ただ、アメリカの下院でね、まあトランプ大統領の、まあこういった違法性について、法律違反についてですね、はい、いろいろとこう、捜査が始まってましたよね。ただ司法省はですね、はい、それとは一線を隠してたんですよ。どうしてかっていうと、やっぱりアメリカの行政の中にあって、司法省っていうのは、どっちかというと、まあ、独立した、ね、存在で、要するにやっぱりこうニュートラルな政治的な思惑に左右されない、ということで司法省っていうのは国民からの支持というかね、信頼性を得ていた。はい、ただトランプ政権下において、トランプ大統領の思惑で司法省がいろいろと動いてしまったためにですね、司法省の権威がものすごく下がっちゃったんですよ。だから今回ですね、司法省はその議会の動きとは一線を画してた。だからこれまではですね、おそらく、まあいろいろと疑惑が出てきたとしても、はい、捜索はしないだろうと、立憲に向けて動かないだろうと言われてたんですね。で、ところがですね、一転してね、これを動き始めたっていうことで、はい、まあだから局面が大きく変わってきたなと。この背景に一体どういう思惑がね、働いているのか、これが1点目、うん、そして2点目としては、うん、やはり、国のといったらいいんですか、アメリカの政治といったらいいんですかね、はい、の中には、次期大統領選挙にもう絶対トランプ大統領を出馬させないという強い意図意志が働いてるんだろうなと思いますよね。ですから、11月に中間選挙が終わってで、はい、そうすると、民主党は上下院ともに負けるでしょうから、で、それからですね、トランプ大統領が出馬宣言をするのかと思ってたんですけれども、うん、で、11月前にですね、前倒してくるんじゃないかという観測も出てるんですよ。ほう。ですから、その捜索が進んでいる中での今度、大統領出馬宣言。というね、状況などもしっちゃかめっちゃかになってくるでしょうね、アメリカの政治は。そうですよね、うん、これだから中間選挙に与える影響とか考えると、このタイミングっていうのはすごく思惑を感じてしまいますよ ね。ですから、必ずしもね、はい、共和党にとって、あるいは、トランプ大統領、元大統領がですね、支援している候補者にとってマイナスになるかっていうと、うん、必ずしもそうじゃなくて、民主党だって司法省を動かして、はい、政治的な意図でね、そういう FBI を動かしてるじゃないかというような見方もまた出てきますからね。そうすると、お互いにやってるじゃないかっていう。そうなんですね、だからどういうような形で世論がですね、はい、決着するっていうかな、世論が、まあ理解するのかっていうところが今後注目ポイントかなと思いますけどね。はあ、これ共和党内への影響なんですけど、ね、それこそ今週トランプさんに対してもう批判の筆頭だったチェイニー元副大統領のお嬢さんのリズ・ジェイニーさんの、はいはい、ところが予備選挙をやるということになってますよね。はい、まあ、この辺っていうのは何か影響出ますか？ただ、リズ・チェニーはですね、予備選挙で負けるのが必須なんですよ。もはや、もう必須になって。ですから、お父さんのチェニー元副大統領がですね、はい、なんとかっていうんで、いろいろ動いてますけれども、まあ、どうでしょうね。かなり厳しい状況になっている。ですから、ちょっと共和党もですね、なんかもう戻れないような状況に、うん、入ってきてるのかなと思いますけどね。そうするともうガチンコ対決が続いていくみたいな感じになるわけですか？そうですね。だから共和党の中での激しい対立、そして民主党と、はい、共和党のガチンコバトルっていうね。混乱の極みで分裂ですよ、もう。はあ。アメリカの政治は大きく。まあ、そんな中で東アジア波高しっていうのは、だから日本にとって頭痛いわけですね。で、バイデン大統領も次期大統領選挙に出るかどうか分かりませんからね、これも。ああ、そうですよね。出ない可能性が高いんじゃないかと。年齢的にも。はい。この時間、須田慎一郎さんとお送りしてまいりました。日本総動機の方、この後も須田さんにお付き合いいただきます。
さあ、ここで番組からのお知らせです。再来週の8月29日月曜日からのコージーは特別企画です、うん。今回は毎日コメンテーターがお二人、ダブルで生登場となります。はい、その初日8月29日月曜日は、うん、ジャーナリストの須田慎一郎さんと、はい、評論家の宮崎哲也さんのタッグということになります、うんうん、なんでこのダブルなの？いや、この間ほら選挙特番で、いやもう大好評だったわけですよ。いや、あれ言い過ぎちゃってさ、喋り過ぎちゃって踏み込み過ぎちゃって、いやいやいや、大臣式なんだ。いやいやいや、もうね、宮崎さんもね、おじきって言って肩をぐるんぐるん回しましたからね。いや、ぜひ一つよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。楽しみだなその他の曜日の出演者は番組の中でまた追って発表します、はい。さらにですね、豪華プレゼントもありまして、うんうん、8月といえばお米です。米、はい、うん、千葉の美味しいお米コージー米大放出しますよ。そうなんですよ。もうね、JA カトリーの皆さんがたくさん米って育ってくださっているね、JA 全農千葉さんと一緒にやっているこの、はい、美味しいお米コージー米ね、当たりますんで、こちらもぜひお楽しみに。再来週8月29日からの1週間です。カレンダーに丸をつけて皆様のご支援を賜りたく、よろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。日本維新の会代表選挙。松井一郎代表の後任を選ぶ日本維新の会代表選挙が昨日14日に告示されました。立候補したのは足立康衆議院議員、馬場伸幸共同代表、梅村みずほ参議院議員の3人で、27日の臨時党大会で新たな代表が選ばれます。代表選挙は結党以来今回が初めてと。まあ、松井さんがね、市長の任期で、政界引退をずっと表明されてましたんで、それを受ける形に、まあ、なるわけですか、これ。うん。まあ、初の代表選挙っていうことなんですけども、はい、やはり大阪のね、地方政党だった維新の会がですね、うん、まあ、ね、全国政党になっていく、あるいは国政政党になっていくっていう中で、やっぱり、これまで代表選挙やってね、はい、まあ、党内で、対立するよりもですね、やはりまあ、そのオリジナルメンバーといったりですかね、立ち上げメンバーがですね、ぐい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 、こう引っ張っていくというやり方、はい、これは決して僕は間違ってなかったと思うんですよ、うん、ただその過程の中でやっぱり存在感を示すために、はい、まあ、トリックスター、これ悪い意味じゃないですよ、うん、かなりですね、その目立つことっていうことに軸足を置いた、そういう党運営をしてきたんだけれども、うん、これからはですね、安定期、はい、ね、しっかり自力のあるね、ね、まあ、足を地につけた形でですね、はい、党運営をしていくことが必要なんだろうなと、そういう時期にも入ってきてんだろうなと思いますけどね。まあ、リーダーの個性よりも、こう、仕組みで、そうですね、きちんと統治していくという形。うん。まあ、そういった意味で言うと、これ、ほら、馬場さんっていうのはですね、はい、これ松井さんが、後継指名的なね、ことをされた方なんで、はい、じゃあこの方一人しか出てこなかったら、またこれもですね、うん、やはり日本維新の会の、存在感というのはですね、存在価値というのはですね、失われてしまうはずなんですけれども、はい、ただきちんとですね、対立候補が出てきた、ね、足立康さん、梅村みずほさんという方たちが出てきたということで、はい、きちんと代表選が行われるっていうことも、この政党が成熟化した証じゃないのかなって私は思いますけどね。まあ、松井さんはね、もうやるからには本格的な論争をして、もう血みどろになってでもと、うん、こういう、まあ、そういう覚悟で出てほしいっていうようなね、叱咤激励もされてますよね。ね。ただ、この維新の会っていうことに、まあ、日本維新の会を含めてね、はい、維新の会というとですね、やっぱり風頼みで、やってきてる政党でもないんですよ。きちんとですね、大阪においた府議会議員、市議会議員等々がですね、連携を取って、はい、そして国会議員と、ね、関係性を保ってやってくる。だから、例えば国政選挙になると、府議会議員、市議会議員の活動量ってとんでもなく大きいし、うん、きちんと実績をね、市議会、府議会が出してきたからこそですね、はい、有権者からも支持されている、そういう政党なんですよね。で、だからそういった点で言うとですね、やっぱり私はね、まあ、馬場さんっていう方っていうのはどういう人なのかっていうと、この人はね、はい、維新の会が、まあ、大スキャンダルに見舞われて、ね、まあ、国民が全部背を向けても、必ず当選してるんですよ。選挙めちゃくちゃ強いんですよ、堺で。まあ、そういった点で言うと、普段の活動量ってのはすごい人なんだろうなと思いますよね。それこそが維新の議員の持ち味なんですよ。だから、そういった点で言うと、あんまりね、この番組にも何度か登場していただいたことあるけども、ね、うん、話聞いててあんまり面白くないじゃないですか。
いやね、あんまりエッジの立ったこと、ねうん、エッジの立ったこと言わないでしょ、ただし、はいね、その磁力があるという点ではあこういう人が次の代なのかな、ね、だから足立さんは悪いとか梅村さんダメとかっていうわけじゃないけれども、はい、やはりその松井さんの意中って言ったらいいですか、ねうん、思うところっていうのがなんとなく伺えますよね、そういった意味で。なるほど、うん、で、ね、国政選挙はないとはいえ来年は統一地方選があるんですよ ね、 そうなんですよね、ここがむしろその磁力とかってことを考えると重要になってきますよ ね、 ねあのですから今後、京都であるとかね、はい、奈良であるとか、ね、県議においては、うん、そういうところにどん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 今度進出していく、あるいは東京でどれだけ、議席を取ることができるのかっていうところを考えていくとですね、日本維新の会、大阪維新の会の進化が私は取られるんじゃないかなと思いますけどね、うん、では続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。アメリカの超党派議員団が台湾を訪問。台湾外交部は昨日夜、アメリカ議会の超党派の議員団が台湾に到着したと発表しました。今日15日には蔡英文総統と会談し、安全保障などについて意見交換する予定です。今月上旬にはペロシ下院議長がね台湾を訪問しておりました。なんか矢継ぎ早な感じに見えますね。そうですね。でまたですね、中国側のですね対応また的外れなものなんですよ。ほうほう。でこれに対してね、まあホワイトハウスって言ってるんですかね、大統領府に対して、はい、抗議したりしてるんですが、うん、まあアメリカの場合は中国と違って、もう明確に三権分立というのは、成り立ってますからね、はい、でこれは行政府が、議会にですね、うん、クレームをつけるとかやめてくれっていうのは 100% 言えないっていうね、状況ですから、はい、まあ議会あるいは議員は議員でですね、独自の行動を取っているということなんですけれども、うん、まあこのとはいえ、まあ台湾を訪問するけれどもやっぱりこれに対してね、やっぱり中国からの、圧力あるいは挑発がやっぱり目立ってきている。で、うん、流れとしてはね、ペロシが、ペロシ下院議長が台湾を訪問したからあんな軍事演習をやったというふうに言われてますけれども、はい、ただこれ飯田さんも専門だからお分かりになっていただけると思うけれども、はい、やっぱり軍事演習って明日からやるぞってわけにはいかないじゃないですか。明日からやるぞって言って準備もなくできるわけじゃないですもんね、はい、動員といって、うん、軍事演習をやるっていうことはもう戦争を、やるというのと同じ同義語なわけですからね、うん、そういった意味で言うと人員や兵力であるとか、はい、あるいは武器弾薬等々をやっぱり、運搬しなきゃならない、調達しなきゃならないということを考えると、もう何ヶ月も前から準備してるんですよこれは、うん、だからそういったところを察知してるからこそ、はい、こういった議会の動きが出てきていると、まあ、ある意味でこう中国に対する牽制と考えてもらっていいんだろうなと思いますけどね。まあ、これねペロシさんも、まあ、台湾を訪問した後韓国日本と訪問して、うん、そして、まあ、各国に対してもねこうして、訪問すべきなんだということを呼びかけていました、ね。まあ、その辺ね日本からの動きっていうのはなかなか見えてこないですけど、本当鈍いですよね。ただ訪問してもですね、はい、じゃあそれに対してどうなんでしょうね。じゃあ日本が台湾に対して何かできるかっていうと何の法律もないもんですから、台湾に対して何かでやるっていうこと、例えば、まあ、武器だとかね、はい、そう軍事的な支援じゃないですよ。でそれ以外でもですね、なかなかできないっていうのは実態なんじゃないかなと思いますけどね。アメリカの場合はそもそもが台湾関係法という法律があってと、はい、まあ、それにこうプラスする形でいろんな法律を作ってきてるっていう実績があるわけですか。ね、だから日本もですねそういった点でいうと、はい、日本版台湾関係法っていうのをやっぱり作らないと、やはり、正式にはですね、動けないっていうことになってると思いますね。確かに、じゃあ、ね、何かあった時に日本人をどうやって逃がすかであるとかというので、うん、それこそオフィシャルな形で話そうと思っても、この、まあ、台湾と日本の、じゃあ、お互いの行政府同士が話できるかっていうところはなかなか難しいところになってしまうわけですね。で、しかも台湾有事は日本有事と言われるように、はい、まあ、南西諸島あるいは沖縄に対して、大きな影響を及ぼすわけですよね。うん、だからその辺をどう連携づけてですね、対応していくのかっていう戦略が日本には全くない。っていうね、状況だと思いますけどね。まあね、現地、台北の、まあ、教会の事務所、まあ、実情の大使館ですけど、はい、
そこにいるね、いわゆる、こう、諸外国の言葉で言うと、この駐在武官、うん、まあ、防衛駐在官と言いますけれども、うん、これもしばらく前までは OB の方が言っていて、今回初めて背広組を出す、出さないという話が報道されているぐらい、ここもだから意思疎通は本当できないですもんね。まあ、ですから非常にこう、弱腰ですよね。うん、ただ、もうこれ、まあ、台湾と中国に関して言うと、きちんと明確にレッドラインがあって、やはり台湾独立派、はい、こことですね、関係を深めたり、バックアップ支援をすると、やはり中国サイドはですね、はい、非常にこう、生き立つというかですね、場合によっては軍事攻撃をしかねない、そのレッドラインが明確なんですよ。だからそういった点で言うと、うん、できる範囲っていうのはあるはずですから、はい、そこやっていくべきだと思いますけどね。まあ、中国側はそこのこう、独立派というところで、まあ、今の蔡英文政権なども独立派なんだということをこう言おうとしてますけれども、まあ、蔡英文さんの発言を見ると、まあ、現状維持を基本的には言ってるなというふうに思いますが、でしかも台湾の中の独立派と連携してませんからね。でアメリカも、はい、まあ、アメリカ議会大統領府もですね、その独立派に対して何かメッセージを送るとか、あるいは支援をするとか、うん、っていうことは一切やってませんから、そういった点で言うとレッドラインの範囲の中での、はい、これ行動活動だと思いますね。でそのアメリカの議会ですけれども、上院に台湾に関する新しい法律が上程されて今審議中だという、まあ非 NATO の、まあ、同盟国とまでは言わないけれども、はいはいはい、荒いという言葉を使って、まあ、かなり組み込んだ形の表現になっているという話もありますね。だから日本はそこでどういうね、はい、まあ、立ち位置を取るのかっていうことなんだけれども、そう考えていくとやっぱり憲法改正っていうところを考えていかざるを得ないんだろうなと思いますね。特にですね、9条ですね、はい、9条の公選権の否定、公選権で何も、戦争する権利のことを言ってるわけじゃなくて、はい、要するに戦時下におけるですね、認められている諸権利のところなんですよ。その自衛のためのですね、専守防衛の自衛のための、まあ、範囲の中でしかその公選権、諸権利は日本の場合は認めていないものですから、はい、例えば隣県であるとかね、で相手の国の領土への、まあ進出であるとか、占領であるとか、こういったことはその普通の国にはあるんですよ。それは公選権の中に含まれてるんだけども、うん、日本はないんですよ。やっぱりその公選権の放棄、まあ、というところをですね、やはりどう捉えていくのか、もう今はですね、やれる範囲のギリギリのところまで行っちゃってるものですから、やっぱりここは議論をしていって、その台湾有事が日本有事だっていうことを踏まえてね、どこまでそれをやるべきかということを議論していくべきだと思いますけどね。それを考えると本当、まあ、集団的自衛権というか、まあ、ヨーロッパにおける NATO 的な、まあ、複数の国でもって、地域を安定させていくという仕組み、まあ、これがやっぱアメリカもその台湾に対して荒いという言葉を使ったりするっていうのは必要だっていうのをうすうす動き出してるというふうに見た方がいいですか。まあ、日本の場合ね、非常にですね、はい、特殊なというというか議論の戦いをしていて、うん、まあ、世界的な標準でいくとですね、集団的自衛権と個別的自衛権の差別区別ないんですよ、うんうんうん、そもそも論として、はい、全て自衛権なんですね。ただ日本の場合は要するに先ほど申し上げた公選権の範囲の中で、うん、はい、個別的自衛権で認められるようなところしか選んでないもんですから、うん、そこでちょっと差が出てきてしまう。だからここを見直していかないと台湾との連携であるとか、はい、っていうのは取っていけない、いかれないということだと思いますからね。逆にここが弱いからここをつけばいいじゃないかっていうふうに相手に思っちゃいますよね。ですからやれる範囲というのが極めて限定的、日本の自衛隊も、うん、台湾に対して、まあ、アメリカのね、超党派議員団訪問と、まあ、東アジア情勢をお話しいただきました。このコーナー含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。